やめっやばいっすね、これ梅って嬉しいっす。疲れました。梅ん、これ何のうちするか。あ、もう来てる。え、まだだけど確定するだろ。あいつあれ何のうんちっすか。何のうんちか。え、やばい、ゆっくり回せない。寂しいよ。危ない。出ばこしゃくないだり。はい、どんどんガンバエリーが飛ぶのレバー。今がやすい、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 ガルピンさんの音。あ、気持ちいい。でも暑い。暑いですね、朝。めちゃめちゃ暑い。日差しがやばい。ベッツさん死んじゃいますね。めぐみちゃん。こうしたこうしたかっこいい。ボリュームを考えたな。ミクそのまま。え、都合あって。やめてくれ。アンくん、あの壊れてるからちょっと大事に。綺麗だな、青が。おー、すごい。はい。おお、バッタだ。ガイツさんがやばい。酔っ払って朝起きたらここだったらいいよ。あ、そっちだ。オーバーディアマンやん。いやー、行け。確かに画質いいやつがいい。スッと閉じた。じゃあお願いします。死んじゃう。
年も、去年はここ来てないんですよね。去年の夏はね、モンテネグロ。あ、モンテネグロだった。モンテネグロって、セルビア。下。マグロの上。どんなとこなんですか？あとで写真見る？あ、あですか、うん、見せてください。あれですよね、でも中央ヨーロッパってことですよね。そうそうそう、バルカン半島。ってことは歴史系ですかね。歴史系、あ、でもね、そうだね、モンテネグロ公国はあんまり、どっちか観光どこ行ってるんですか。普通にしたって言っちゃった。バチカンほどなんか歴史してないですか。そうですね。あ、ガイスさんいた。そうっすね。上まで行っちゃったやつですね。歩いてますよね。登ってるから。いいなそれ。まだまだあるな。うん、まだまだ結構遠い。一前足の前肉が消えた気がする。スピーカー。すごい。ノリノリ。かけます。何をするんだ。おっ、ちょっとお前棒を整理しながら。え、ついにしたくなっちゃう。ついにしたくなっちゃう。おー、やばいやばい、バウンディングしてる。まだジャリジャリさせてきました。イエサー。やば、行って。
あのままこけとけよかった。あれも階段モードか。こけたときちょっと切った。あ、日陰多いと疲れた。汗が出てこないから。君の方見てたからに。すいません、ね、さっき滑ったじゃん。あの時ついた手が。ユーマ、そんなものまで持っているんですか。容易が周到すぎて強い。やべえ、GoPro 傾いてた。あ、大丈夫だよ。今撮ってんの。あ、撮りたい？いいっすか。今撮りながらコネコネ。そんな可愛いもんじゃねえと。平成から降りるかな。ちょっとえ？立っただけじゃなかった。立ちくらみレベル。ああ、あの脱落した時。でもね、あの後結構あったからね。そうで、ちょっと立っていこうかなと思ったら、まだ正直言って、あ、これ無理だ。行くのやめようって。あれね。諦めが。本当に入れなくなる。上ね、あの、ジャリジャリ。そう、ちょっとこっち。マジです。これも冷静によく作ったよ。うん、ここまでね。上はまだ整備しきれてないんかな。みんな行かないんだと思う。きつすぎて。ドローンとかで車保しない。あ、確かに。ドローンだけ使いたい。ドローンで帰りたい。ドローンで帰りたい。ここパラグライダースポットでした。最高キッドになりたい。上昇気流だけある。ちょっと最初の休憩スポットが近くなってきた。うん、ね、あとちょっと。セーブポイント、ケツめちゃくちゃ痛くて移動したから俺。あそこに。もう崖だったもん、セーブポイント。そしたらなんか仲間がやってきたわ。崖。いたした兄ちゃんが。鳥に変えるイベント。まあもういいかなって。海入りたい。浮かびたい。でもこのままシュノーケルしたいわ。あそこで。でもこれは危ねえが。サメ。サメにだけ噛まれる。めちゃくちゃ綺麗。やばくない？すごい。取れてるかな、ずっと。あ、取れてる。容量やばそうだよね。うん、え、容量結構ある。数百メガいきそう。うん、多分ね、画質が 4K だからね。それ 3D 映像でしょ。これ 3D じゃないんじゃない？ 2D なのかな。アゼルバイジャン。あそこ絶対綺麗。めちゃ綺麗。あ、ガサが溜まってきた。ん？ガサが溜まってきた。あ、ガス？デルツオブデル。髪が邪魔。ぜ。ハゲにしてはもう。ワカメ切ってあげるよ。ハゲにしよっかな。あ、いいんじゃない？これを機に。ハハ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 
むしろカロリー無駄に使う。ゴミ袋みたいな魚がいっぱいいる、うん、透明だね、えぐいて、ゴミ袋みたいだね。でもちょっと活発動いてない？あれ一匹、ね、そうっすね、3匹ぐらいの魚だった、うん、すげえ。もう泳ぐの結構ないすごいやん、あれなすやん。あ、あそこなんだ、ちっちゃいメダカみたいなのが、ね、ちっちゃいの泳いでるね、下、うん、ゴミが一つも落ちた。あ、ちょっと ちょっと落ちてるね。一つも落ちてないね。ここに来てゴミポイ捨てするやついねいなくないこんな綺麗なところで、うん、基準ですよね、うん、川島さん、えすげえやばこれ